はい、ヒルビール放送局、今日のアウトプット、今日もマコネーと一緒にダイエットの勉強していきましょう。このポッドキャストでは、えっと、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコネーが、普段勉強しているテキストをもとに、皆さんにその学んだ、勉強している内容をシェアする内容になっています。まあ、言ってしまえばアウトプットですよね。やっぱり、あの、うんと、自分で覚えたことを一回お話して人にお伝えすることで、まあ、そこのね、 知識が定着していくので。うんまあ、そんなわけで、えー、と今日の今,日というか今週、今取り組んでいるのはこちらです。第5章、えーと、カロリーと栄養素とダイエットということでやっていますで。このテキストはですね、えーと、章ごとにいくつかの問題が出てて、その問題に回答するという感じで進んでいきます。今日は問題21です。さあ、早速やっていきましょう。えー、と問題21、今日の問題は、カロリー カロリーコントロールの計算は確実性が高いですか No か、まあ、カロリーコントロールに関しては、えー、と昨日、えー、とどういうものかってことをお話したのでカロリーコントロールって何っていうふうに思った方は昨日のやつを、えー、と聞いてみてくださいで今日のテーマというとカロリーコントロールの不確実性不確定要素 <laughs> でですね、今日のスライドはちょっと、ね、多めなので足早に行きたいと思います。まあ、一概に、ね、カロリーコントロールといっても、まあ、同じカロリーでも各栄養素によって性質も役割も全然違うのであの同,じ、ね、例えば同じ100カロリーでも栄養素によって、えー、っとどういう風に体に吸収されていくか役割が違うということですね。それがまず不確定栄養素の1つ目。2つ目は 同じ食材でも生活環境じゃなくて生産環境、大きさ、密度などによって含まれるカロリーが違う。まあ、これもそうですね。例えば、えっと、イカさん、海で泳ぐイカさん、まあ、ほぼタンパク質のあの、優秀な ダイエット食材ですけども、うん、と日本海に住んでるやつと多分太平洋、いや日本海と太平洋じゃないわないかもしれないけど、日本海とインド洋に住んでるイカだともう種類も違うし、種類も違えば、えっと、含まれるカロリーも全然違ってきます。はい。まあ、同じようにお芋さんでもね、あの、私の、私は作ってないな。<laughs> 私が普段いつも世話になってる杉本さんの畑のジャガイモと多分あの、 遠く、えっと、の、ね、知らないじゃがいもだったら例えば世間産地はチリとか南米の方なので、まあ、チリで作られてるじゃがいもではカロリーの内容とか全然違うと思いますまあそういうことですねはい次の不確定要素3といえば摂取されたエネルギーが全ての体内で吸収されるわけではないそうですねえっと何章か忘れちゃったんですけどちょっと前にえっとまあ全部は吸収されるわけじゃなくて あの吸収されなかったものはみんなあのいろんな形で排出されるということはお話し,しました。なので摂取されたエネルギーが全て体内で吸収されているわけではありません。で不確定要素4は、まあ、同じように体内で吸収される量も人によってまちまちです。はいだって基礎,基礎代謝量え間違ってる基礎,基礎代謝量 <laughs> なんか口が回ってないですね。うんまあ、基礎代謝 は、あの、人によってやっぱみんなまちまちなので、当然、あの、吸収される量も人によって違います。で、不確定要素5は、まあ、同じ人でもね、その日の体調や季節によって吸収量は全然違います。そう。うんと、まあ、夏と冬では、あの、まあ、消費量も違うけども、吸収量も違ってきます。はい。で、消、うんと、不確定要素6は さっきお話ししましたね。人それぞれの基礎代謝量は違います。はい、その通りです。<laughs> 私とこれを聞いてる皆さんと同じだったら、ちょっとそれは問題あるかな。<laughs> まあ似たりよ、にみんな人間ですからね、そんなに大きな差はないと思うんですけどね。<laughs> まあ男性と女性でも違うし。はい。そんなわけで、不確定要素7はこちらです。 同じ身体活動をしても人それぞれ体格や体質によってエネルギーの消費量は違うそうですねまああのうんと私みたいに100キロ超えてる人とえっと体重が40キロの人で同じように運動してもそれは消費エネルギーが違いますよねそう何たって60キロも重い私の方が重たいわけですから <laughs> で不確定要素8同じ人物の身体活動でもその日の気温などの環境によりエネルギーの消費量が変わる これもそうですね。えっと、まあ私は、あの、汗かきっちゃ汗かきなんですよ。<laughs> あの、あの、今この勉強している中で、あの、気づいたんですけど、太ってるから汗かきって言ったらちょっと違うのかななんて思ってるんですが、あの、まあちょっと私もね、まだそこまで勉強してないので、何とも言えないんですが、 あのなんだろう、やっぱり脂肪がついている分、体内の熱があの逃げづらいんじゃないかなって思ってて、まあ、逃げづらいっていうことは、やっぱり体内の熱が上がりやすいと、そうすると、体内の水分がやっぱり消費されていって、外に汗に出ていくのかなとか、まあ、そんなことを考えてると、確かにどうなんだろう。ね <laughs> このテキスト私が勉強している中ではまだ、えっと、太っている人がなぜああの汗かきなのかみたいなのは出てきてません。まあ、今後に乞う期待。そして不確定要素。うんと9話。 不確定要素の9は食べ方や生活習慣等でエネルギーを貯蔵する過程に変化が出る。ま,あ、まさにこれは16時間断食ですね。はい。あのー、本当にそうです。全然違う。うん、あのね、うん、と私が、まあ、実験したっていうわけないけどたまたまそうなったってわけだけど、えっと、12時間ぐらい 断食して食べたのと16時間ぐらい断食して食べたのじゃ、やっぱね、あの、うん、とかなり体重に差が出てきます。はい、体脂肪率はちょっとわかんないんですけどね、いつだったかななんかあの、うん、と寝る前に食べて、そのまま寝ちゃって起きてで、お腹減って我慢できなくて、最初の頃に寝食べたらあれみたいなことがありましたね。はい。そして、えー、と不確定要素10です。 あ本にまあ,あの、えっと、このテキスト意地悪で <laughs>、ここ深くて要素順に同じカロリーでも g 値が違うって、そう、GH ですね <laughs>。GI が違いになってますね。そう。この g 値が出てくるのはね、これからまだ先の確か第6章ぐらいなのね。そう。第6章か第7章で出てくるんだけども、ここで g 値って出てくるじゃないですか。 g i 値知らない人は何だって話になるんですが g i っというのは食材、食品を摂取した時に血糖値が上がる具合を指数で表したものが g i っと言われています。はい、日本では g i 値って、まあ、知る人ぞ知るという感じなんですが海外だと g i 値が食品にあの記載されているのが一般的みたいですね。うん、私も普段あの買うう よく知らないものは GI 値を調べて買うようにしてます。はいまあ、GI 値が高いと、要するにあの脂肪を貯めやすいってことです。はいまあ、あ GI 値の高い、低いっていうのは、ああの,後のテキストでやっていきますが、簡単にしゃべる話すと、色が濃くて天然、自然のものに近いものほど GI 値が低い傾向にあります。はい、そう確か。 <laughs> 違ったかなちょっと待てよ。確かね、あの一級の範囲だったかなで学んだ気がします。<laughs> そう。まあ、いずれにしても GI 値って今、あの普通に食品の,あの裏のところを見ても書いてないので、うんとまああの、ウェブとかね、ホームページとかインターネットで調べると、まあ、いろんな GI 地出ていきます。はい。そう できればね、日本語であの検索するとパッて出てくるような、リア値がパッて出てくるようなアプリがあればいいなと思ってるんですが、まあ、あのアプリ開発をされている皆様と、と今のところ私が探した範囲は見つからないので、もしかしたら儲け話になるかもしれません。あのぜひ検討してみてください。 さあ、そんなわけで、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、不確定要素1から10までやってきたんですが、なんかあの、えー、と10にするためにわざわざくっつけてるようなのも結構ありますよね。はい。そんなわけで今日の問題を振り返ってみましょう。今日の問題は、カロリーコントロールの計算は確実性が高い、イエスかノーか。もう、不確定要素を10個も喋ってきたわけですからね、これがね、不確定要素が高いは、 不確定要素が高い。それは高いですわ。<laughs> 安定するわけがないと。うん、だからこそカ,ントリあのカローリーコントロールって難しいんですよね。そう私はあの昨日も喋りましたが、カローリーコントロール一切してません。私みたいなね、あの中途半端で飲めしなタイプは無理です。<laughs> うん、あのできないっていうふうに諦めた方が利口な気がする。まあ、そんなわけで、えー、と今日の問題までなんですが、明日の問題は イカの100カロリーとバターの100カロリーが体に当たる影響は同じだ。丸か、バツか。100カロリーの表記っていうのはまあありますわね。そうそうそう。あの、えっ、ー、と、食品とかに、あの、含量100キロカロリー、100カロリーって出てるのいっぱいあるじゃないですか。まあ何カロリーにしろ。まあ、それをそのまま鵜呑みにしていいのかどうかということですね。はい。 100カロリーとバターの100カロリーが体に与える影響は同じだマイルドイエスかノーか皆さんまた明日まで考えてみてくださいそんなわけで今日もまこねがお伝えしましたさてまた明日どうなることやらこの、えー、とポッドキャスト今日のアウトプットは毎日お昼の12時に配信してます はい、ぜひまた明日もお聴きください。だんだんちょっと声ない声ない,いん濃い内容になってきた気がするんですが、まあ、これからどん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 濃くなってきます。なんとって100回シリーズのまだ、えっと、5分の1しか終わってませんからね。果 <laughs> たしてあの私が試験の日まで間に合うんだろうかって、まあ、計算上は間に合うんですけどね。<laughs> さあ頑張っていきましょう。あこねでした